2チャンネルっていうサイトをやってた時に、まとめサイトっていうのがポコポコ生まれてきたんですよ。その2チャンネルっていう掲示板が、まあ、1個のスレッドで1000と書かれるので、そんないちいち読んでらんねえよと。なので、そのなんかニュースに対する話題でも、その面白いコメントだけをピックアップしたまとめサイトっていうのを見た方が便利だよねっていう人たちがいて、であれも僕はそれは蒔絵だと思ってたんですよね。今そのまとめサイトっていうのを見て、その短時間でニュースに対するユーザーの反応を見て、へえ面白いっていうので、まとめサイトで満足する人がいて、でそのうちこの人たちのやるような会話をしてみたいとか、そこに参加して書き込みたいっていう人たちが現れると、そういう人たちはじゃあ2チャンネルに来ますっていうので、2チャンネルに戻ってくるっていう、そういう構造を作らなきゃいけないなと思ったんですね。掲示板って大体書く人って、その見る人と書く人で10対1ぐらいなんですよ。基本的にその見る人が、まあ、90% で、書く人って 10% で、かなり少数派なんですよ。で、まあ、まとめサイトとかもそうだと思うんですけど、その基本見るばっかりが普通で、書きに来る人って変わった人なんですよ。なので多くの人の目に触れるようにして、変わった人、書く人を中心に持ってこなきゃいけないんですよ。なので、その多くの人の目に触れる状況っていうのを作らないと、最終的にその根元っていうのに来る人がいなくなっちゃうんですよ。っていうのが、その、まあ、2チャンネルでまとめサイトを僕が放置した理由でもあるし、あと、じゃあその僕が今切り抜きを放置した理由でもあるんですよ。で、僕がそのサムネイルとかタイトルとか別に凝る必要ないよねって思ってるし、そう、ここに今コメント書いてる方も 10% の方で、本当に5人しかいなくて、4人のこうロボットが一生懸命そのいろんなアカウントで書いてて、で書いてるの、つけさ間違えた、いや、というわけです。はい、話長かったけど、何の話からこうなったんだっけ。